マーチングインストラクターの小林篤です。これで上半身は3つに分かれました。次下半身いきます。右というワードが出てくると左足を前に出す、その負担っていうのをどれだけ意識をして練習に取り入れるかということが大事になります。見えるポイントが1回1回練習をすることに変わっていきます。